ビームも打ってるんじゃないかな。それはビーム普通じゃない？ビーム打ってる。そんでもって、レイジ状態だとカズ、あ、で、で、デビル化したデビルカズヤはジンパチのハグを持ってます。でもデビル化はレイジ状態じゃないとできなくて、そのレイジアーツ扱いなんで、レイジがなデビル化するとレイジがなくなります。そしてレイジアーツ、あのランブですね、ボコボコする ランブも使えない。もうデビル化したらデビルカズヤで残りの自分の体力がね、レイジになってるってことは体力少ない状態で戦わなくていけないとなります。レオズ D、ダウンフロント 2-3 is maybe 14-15 maybe どう？相打ちエースすごいいいと思う。風神拳中段はカズヤがレイジ状態になってレイジを消費してデビル化したら風神拳が中段、デビルカズヤの風神拳が中段、カズヤはいつもと変わらない。デビル化したデビルカズヤの風神拳は財布だろうがノーマルだろうが中段。ノーマル人いないですね、知らないです。何もそんな情報僕には入ってきません。原田さんに聞いてください。デビル化はレイジ状態じゃないとできない。もうちょっとあのデビル化した風神拳のことさ、誰かタグに書いとけよ。何か言わせんの。レオの新技はトゥースマに派生が、であとトゥースマが変わりました。